今回ご紹介するのはユーロスタイルのフライトケースです。こちらのユーロスタイルのフライトケースの利点としては、やはり見た目でも分かるようにハードケースのようなものですので、非常に頑丈に作られております。その頑丈な作りであるがゆえに、このように重ね置きも問題ありません。地方各地への移動の際の機材運搬などの面において、このような重ね置きができるというのは非常にスマートで便利ですよね。でも実際その強度っていうのはどうなのでしょうか。今回は実際にその強度を確かめてみたいと思います。それでは60キロの、成人男性が乗ってみたいと思います。続いて最荷重の80キロより、10キロ重い90キロで、試してみたいと思います。これでも問題はございません。それでは、ついに100キロを超えた110キロで試してみたいと思います。はい、110キロの人が乗っても大丈夫です。それでは最後に90+110の200キロを試してみたいと思います。はい、合計200キロでもこのようにフライトケースは問題ありません。今回このようにフライトケースの耐荷重を調べる実験をしましたが、あくまで実験なので皆様真似をしないようにお願いいたします。あと耐荷重は80キロなので、それ以上のものを乗せないように安全に気をつけてご使用ください。超絶お買い得になっております。ぜひご検討お願いいたします。下記のアドレスよりご注文いただきます。よろしくお願いいたします。